はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバートです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法のカップのために頑張っていきましょう。はい、それでは前回の宿題クイズの回答と解説に参ります。はい、前回から協調というものに入りました。はい、前回の最後の問題は、ユリコは自転車を持っている。これを、確かに持っているんだという、このはずを強調したい場合どうすればいいか、英語で答えてねというお勉強でした。はい、そういう問題でした。実は述語同士の強調なので、はい、まあ、答え書いてあるんですが、ユリコ does have a bicycle、 あと一緒ですね。はい、というのが正解だったんですね。はい、実は前回の前半ではもうほとんど解説しているようなもんだったんですが、はい、ちゃんとできるかどうかの確認問題みたいなものでした。今回は has と現在形ですね。はい、で、まあ、そこはいいんですが、ここね、何かが入って原型にすればいいですね。has の原型は have ですから、do か does か did を入れるんですよ。入れるんです。はい、で、現在形ですから、did は入らない。do か does か。集合で決まるんですね。三人称単数でしょ。三単形の場合は、does。だから、ユリコ does have a bicycle と、こうなんですね。はい。こんな具合にして、ここのね、述語同士、ね、ちゃんと主語がある述語同士を強調する場合は、こんな風に強調してあげることができます。はい。こういうね、言い方をすることがあるので、知らなかった人は、ちゃんとこれでね、ちゃんと覚えておいてもらいたいというふうに思います。どちらかというと、これは、簡単な強調例ですね。どちらかといえばですけどね。はい。まだまだ複雑な、もう、バリエーションがたくさんあるんでね。それについては、今から、逐次やっていきます。はい。それでは、後半までの宿題クイズを出しましょう。はい。場面ご覧ください。今度はですね、述語同士の否定の強調というお話をしましょう。はい。例文を見ますと、マイクはその話を信じていなかった。マイク didn't believe the story。 こういう英文を用意しました。ここですね、前回は、述語同士ここだけの強調でしたけども、 didn't が入っちゃった。 didn't believe、 信じなかったんですね。これを強調したいというふうに、考えたいんですけども、じゃあどう強調すればいいのかと言いますと、ちょっと日本語で考えましょう。よいしょ。こんな感じですかね。マイクはその話を全く信じていなかった。マイクはその話を少しも信じていなかった。こんなような表現にしてあげればいいんじゃないですかね。こういう表現を、足してあげる。それが実は強調になるんですね。この述語同士の。この didn't believe を、ね、didn't っていうか、まあ、今回は、まあ、過去形だからディズントになってるんですけども、そんな感じでね、まあ、ドントントとか、ダズントとかの場合も十分あり得るんですが、そういう場合の否定文を作ってもらいたいということです。ヒントは、こんなような言葉を入れてあげればいいんです。はい、いいでしょうか。はい、今からメッセンジャーやってる方は、はい、マイクはその話を全く信じていなかった、もしくはマイクはその話を少しも信じていなかったというような英文を作ってください。付け足せばいいんです。どこかに付け足してください。はい、今からメッセンジャーやってる方はお願いします。はい、それ以外の方もね、調べていただいた上で、自分のお答えを作って書いてください。